小松高校の学校紹介は野球部マネージャーのベックナーがお伝えします。本校は明治40年小松町立実用女学校として開校された伝統ある学校で、県下で唯一のライフデザイン科を有しています。野球部は女子マネージャー3名を含む総勢47名で日々の練習に励んでいます。秋季大会ベスト4、春季大会ベスト8と悔いの残る結果となりました。夏の大会で優勝するために当たり前にできることのレベルを上げていくことを目標とし、学校生活や一つ一つの練習に真剣に取り組んでいます。今年の夏の大会では自分たちの長所である打撃力を発揮し、平成26年以来の甲子園に出場し、甲子園で校歌を歌うという悲願を達成したいと思います。応援よろしくお願いします。